綺麗なもんでしょう？もう久しく動かしていないけどね。ええ。私もよく知っていますよ。この車は。ゆりかごから墓場まで。静かにここで眠らせておこうと思う。なるほど。この車の最後を見取るのは自分だと。それもいいのかもしれませんね。現世と絡んだものは自らの手で葬る。もっとも、ゆりかごで迎えた私が言えることではないでしょうが。さてと、長らく、は続いてない首都高01、今回からついに最終ステージよ。阪神、名古屋と続いていたけれど結局最後はここなのね。まあ全ての原点ということか。というわけでまずは C1 から、いつも通りダイジェストで攻略していく形になるわね。攻略に使うのは S15 シルビア、パワーこそ少し劣るけどその分軽いという車両、狭くて曲がりくねった C1 にはぴったりの一台とも言える。ただなぜかヤロの設定が少ない。もっといろいろあってもよかったんじゃないの？人気車種なのに。さて出撃ね、場所は銀座。じゃなくて神田橋から内回りで、新環状組とは当たりたくないのよ。二小首都高環状線、最初に足を踏み入れたエリアもここまで進めば競合の巣窟とかする。リングス、ロードオブジャスティス。いずれも C1 では名のあるチームばかりね。まあ難易度そのものが落ちているから昔ほどの苦戦はないと思うけど。ロードオブジャスティス、打倒リングスに燃える元ファンドライブ派のチーム。突然の路線変更にメンバーからは不協和音が。チームの顛末は2006年に明らかになるわね。リーダーのヒアリングマスターはかつて1000馬力を超える GTR で C1 最速と言っても過言ではない速さを誇っていたんだとか、ファンドライブだったあの頃より遅い。というのはまあ置いておいて、やはり GTR にシルビアをぶつけるとパワーで劣るのかで足で少し遅れるみたい。でもそれ以外、特にコーナーの取り回しなんてこっちが圧倒的ね。向こうは地面から離れるように膨らんでいったし。リングス、C1 エリアでは最強と名高い歴史あるチーム。技術に車とストイックさをも兼ね備える絵に描いたようなチーム像、進行勢力に押され往年の強さはないみたいだけど。それでも後の時代に残ったのはロードオブジャスティスじゃなくてこっち、結局強いのは老舗の経験。って感じなのかな。リーダーの孤高のジャッカルは6代目とのことだけど、その前って意外と見たことないのよね。誰だったんだろう。ここではうまいことアウトに追いやって引っ掛けさせたけど。まっすぐ地帯だったら結構厳しかったかも。さてと、続いて外回りに移行するわよ。ラット、パワーが物を言う首都高では異例の軽自動車オンリーのチーム。噂では昔ランエゴを持ち込んで苦戦した奴がいるらしい。教習車のランサーと間違えて買ったんじゃないの？かつての ABC トリオで残るのはカプチーノのみ、代わりにコペンとワゴン R が追加されたけど。まあ、それにバランス調整も加わってかつてほどの意外性というものは全くなくなったわ。重たい車だったらリーダーの加速で少し戸惑うかもね。GTR、セドグロとか。リパーチャーズ、雑誌の企画で集まったというメンバーで構成されたチーム。多分スバリスとのイベントだったんでしょうね。インプレッサにレガシーで構成されたチーム。メンバー同士のつながりは薄くても実力があるからかな。2006年の時点でも生き残っているみたいね。個人的にこのエリアの最速はここのリーダーだと思う。加速をフルで活かせるポイントが少ないのが幸いね。以上の4チームで2勝の C1 はおしまい。ここまでやってきた人であれば特別苦戦はないでしょうね。そういえばここでは首都高を最後に回しているけれど、実際の攻略順はこっちを先に持ってくるのがおすすめ。まあ2勝は各エリアを自由に行き来できるから、パワーのいらない環状線から各エリアともども終わらせてしまうことね。スティールハート、この時代の C1 最速は元13デビルスの80スープラ。この時代には12ゾディアックも存在しない。私はミッドナイトローズも黄金の疾風も名前を聞いたことしかないわね。首都高エリアは全エリア最多8人のボスが登場、その戦法が来るんだなとでも思ってれば大丈夫よ。さて行ってみましょうか、C1 ボス、スティールハート攻略ね。
加速は同等。こっちは軽くてもパワーは向こうが上だからね。このエリアは他と違って左右に振られるのは散々言った通り。ちょっと暗い力がなくても曲がり重視の車の方が有利かな。ちょうどこんな感じね。アダーカーの処理にもたついてる間に一気に前を奪うわよ。C1 だと結構見かける事例だし、そこまで運が良かったってわけでもないかな。わざわざ事故待ちしないといけないってほど速くもないんだけどね。ここまで来れた車なら全然問題ないでしょ。はい、おしまい。今回特別手を焼くことはなかったわね。多くの人も同じ結果だったと思うけど。では本日はここまで。ここのところ首都高01ばっかりだったからね。少し間が空いてよかった。この先首都高最盛期の真相に近づいていくわけだけど、それを知って何を得るのか。そこにあるのはあくまで真相だけ。面白いのか興味をそそられるのか好奇心には勝てないのかわからないけど、私にはあまりいい思い出ではないわね。それでも知りたい？なら最後まで見届けることね。私たちが駆け抜けた2003年の光景を。